いらっしゃいませ、こんばんは、大型犬でございます。フォルツァ7、前回ね、必死に走ったフォーミュラマツダとはおそらくものすごい反対側にいる車なんじゃないでしょうか。1970年代のアメリカンマッスル、アメリカのマッスルカーだね、に乗って競争していきたいと、レースに出ていきたいと。競争って言い方ももうおじちゃんだね競争って言わないよね、多分もう今の人で、行きたいと思います。で、当時、400馬力を超えていたぐらいの車かな、この1970年でだよ、危ないっつの、ね、でおそらくね、早く曲がることはあんまり考えられてないんじゃないかなっていう感じの車ですけど、この美しい感じよ、素晴らしいね。あとはしか開かない、かわいい車だね。まあまあいいや、乗っていきましょう。果たしてどんな車なのかね、そこにばっかり興味が湧きます。あ、内装はいいね、これ、このタコメーター感。思ったよりスタートの出だしはやりやすいね。うわ、曲がんない。そうね、前回までフォーミュラマツダに乗っていたせいか、ものすごい曲がらない。あ、やっぱ違うよ、フォーミュラマツダは別の次元だよ、車としてね。そしてノーズの長いことこの車の、うわ、大きな車だな。危ない。ただね、フォーミュラマツダで繊細なハンドリングと、繊細なアクセルワーク、ちょっとだけ引っかかってる今後ろすごい押されてた、ね、繊細な操作を求められていたので、それに比べてね、パワーはあるけど重さもあるし、そしてタイヤの限界も浅いっていうとかわいそうな表現になっちゃうかな。車としてね、そんなに攻め込めるような素性じゃなさそうなので、どちらかというとね、楽です、運転の感覚がね。 でもね、思ったより散らからない、結構パワーあるはずなんだけど、まあ車重もあるからね。この車で 1.7 トンぐらいかな、1.7 トンぐらいの400馬力ぐらい。ただもうちょっと散らかると思ったんだけど、思ったよりは。まず直感的な、感じたことっていうと、もう少し足元がブワンブワンだと思っていた。まあホモロゲーションに適用するので、サスペンション、レーシングサスペンションを入れていることもあると思うんだけど、にしてもだよ、もっと、ちょっと邪魔だな、ここ細いな、この道どうして、あ、ここいいね、イン入っていいですか、失礼します、はい、ありがとうございます。あ、でもやっぱロールがひどい今、イン側のタイヤが浮きそうになってた。思った、あ、でもアンダーだなね、やっぱりアメリカンマッスル、なんていうのかな、マッスルカーの特徴的な挙動をね、ちゃんと出してきています。基本的にはそのサスペンションが、バネが柔らかいのか、ダンパーが柔らかいのかどっちなのか見てみないとわからないけど、もうなんていうか、前後に荷重が移りまくりなんだよね。ってことは左右にも荷重が移りまくりなんだよね。なのでコーナーというコーナーで内側がね、スポーンって抜けたように荷重が抜けるので、どうしても外側のタイヤ頼りで曲がんなきゃいけないっていうのと、怖いな、これ、ごめんなさい抜いちゃってごめんなさいそう、コーナリングで内側のタイヤ頼りになっちゃうので、いかにそうさせないかっていうね、荷重を逆に移動しにくくするかっていう操作が求められるので、高速コーナーではどうしても弱さが出るというかな、低速コーナーは逆にね、ガツンと前に体重を乗っけてギュッと一瞬で曲がっていけるので、
いいんだけど、入っちゃっていい、入っちゃっていい、無理無理していい、あダメだな、ごめんごめんね、あいい、加速がこっちの方がちょっと上だね、ごめんなさいね。そうっていうのと、まあガツンと前に体重が O1 だ、体重が乗るっていうことは加速の時に後ろにドンと荷重が移動するということなので、要は前後がふにゃふにゃだからね、基本的に加速中はねドアンダー、うん、ハンドル切ってもほとんど曲がんない。まあでもこれはこれで楽しいなまあ何に乗っても楽しいは楽しいんだけどね。うん、よし、じゃあ次のレース行ってみよう。はい、第2戦はロングビーチのイースト、あのちょっと短い方のコースだね。フォルツァ6の時代に僕がセッティングを出すために使っていたコースでもあります。頑張ってみようか。ん ?1 位です。なんか この車はこの車で走らせ方があるねちょっといいな気に入り始めている。よし、次の第3戦かな、行ってみましょう。あらー雨だ第3戦なんだけど、雨、すんごい雨降ってんな。そしてね、得意じゃないなこのコース、うん、で特にねこの車乗ってて思ったんだけど、高速コーナーがやっぱりすごく怖いのね。まあ走りながらお話を、あのロールがひどいので、外側に荷重がかかる時間が長引けば長引くほど、内側のタイヤがねパコーンと浮こうとするのね。でそうなるとちょっとしたことで挙動が乱れたらもうどこ行くか分かんなくなっちゃうの。なので高速コーナー怖いなと思っていた矢先に半オーバルのこのコースなわけで、そして雨でねろくにアクセルが踏めないわけですよ。このまあそれは他の車も同じだと思えばね、イーブンコンディションだけど、ただよりそのちゃんとフロントタイヤに荷重を入れてあげないと曲がんないね、うん、すんごい雨だ。まさか雨降ると思わなかったな。そのねさっき言ってたこの車なりの走らせ方が分かったかもしれないっていうね、お話なんだけど、基本的に曲がりながら加速はできません。あのちゃんと向きが変わり終わってからじゃないとね、パワーがあるので、あ内側いるな、やだな、内側いるぞと、はい、あの向きが変わってないうちにアクセルを踏むと、あっという間にお尻が滑ってね、あのもうダンシングになっちゃうよね、うん、なので第一の走らせ方はしっかりとブレーキで前荷重にして、前のタイヤを使ってキュッと向きを変えた後はそこまではアクセル踏まない、危ない危ない膨らんじゃった、うん、そこまではアクセルを踏まない、向きが変わり終わるまではアクセル踏めない、うん、車だと思いました。でもう一つが今ちょっと起きたけどね、あのコーナリングの終盤、高速コーナーの終盤でアンダーが出やすい、うん、でまあこれはね、最初にお話した通り、あららららら、最初にお話した通り後ろに荷重が乗り切っちゃうんで前のタイヤを使い切れない状態になっちゃうんだよね。なのでね、こうなんていうのかな、曲がる止まる進む、曲がる止まる加速するっていうのをできるだけちゃんと区別してあげると走りやすいなという気がしました。でもまあなんていうのかな、昔の設計の古い 4WD みたいな、あでも 4WD 加速そんな神経使わないでいいかね、なんだけどちょっとねこれはセッティングを試みてもいいな。そのこの車のなんていうのかな、コントロール性が悪いと言ってるんじゃなくて、もう少しね僕好み、あやっぱりブレーキ遅れだ、間に合ってる、あ雨やんだ、曲がんねえな今のはね、あのコーナーに入る途中にブレーキが終わっちゃいました、うん、終わっちゃったんで、あの全然フロントタイヤ使えない、しかも雨だしね、うん、あ、やんだね、よかったよかった。で、ここでアンダーを出さない、あ、水たまりもすごいね、気がつかなかった、あらららら、またミニ四駆みたいになっちゃう、危ない危ない危ない
怖い怖い怖い、やっぱり高速コーナー怖いよこの車ただ水たまりもあるけどね、うん、うん、やっぱり曲がりきる前に加速しようとするとどうしてもステアリングでカウンターを当てたり、ね、コントロールする必要が出てくるし、多分ちゃんと曲がりきってからアクセルを踏むのより踏むのとそんなタイムは変わらない気がする、うん、お尻滑っちゃってるからね結局。いいね、楽しいな、やっぱりいろんな車乗るのもね。あ、うわ全然曲がんない全然曲がんない。でこうやってちょっとでもね目論見を外してブレーキングが遅れる、ブレーキングが遅れるとね、あの止まってくんない曲がってくんないの、まあいわゆる突っ込みすぎの状態になっちゃうので、あの良くないね。まあ僕がその理由の一つに、さっきまで乗っていたあのフォーミュラマツダが軽いので、この車のね半分以下、いや3分の1以下か、3分の1ぐらいの車重の車なので、それはブレーキングポイント勘違いするよねっていうのはちょっと自分への言い訳としてあるけどね、うん、この車をセッティングすることでどれぐらいいわゆる近代的な挙動にできるんだろうね。基本設計の限界はきっとあると思うんだけど、ちょっとチャレンジしてみる手もあるかもしれないね。うん、はい、とはいえ1位だな、あれ勝てるなこの車なんでだ、あんなに苦労したのにこの間までね、いろんなカテゴリーで8位だ7位だ6位だなんだってギャーギャーやってたのに、あれ勝てるな。マッスルカーが AI 苦手なのかななんだろうね。はい、中盤まで終わって見事1位、2位との差が85ポイント、ちょっと安全早くなったでしょ2位との差が合ってるよね、合ってるはずだ、85ポイントあります。でこのままいっても、まあおそらくなんとかなる範疇なんですが、一旦できるだけ好みのね挙動に近づけるべくセッティングをしていきたいなと思います。もしかしたらお化粧もしてくるかもしれない。うん、じゃあ今日は一旦この辺で、おしまいにしましょうかね。また次回どうかお付き合いいただけたら嬉しいです。はい、大型犬がお送りしました。じゃあまたね、バイバイ。